新旧大学前駅は京都府南端市日吉町方の台湾が下にある西日本旅客鉄道3位本線の駅である。駅名は現在の明治国際医療大学の旧名にちなむ。JR 西日本は2008年4月現在では駅名を変えるつもりはないと述べているという。明治新旧大学の通学生及び明治新旧大学附属病院の通院患者の 利便を図るため、学校が建設費4900万円を負担して建設された西岸駅である。駅前の D51 道林福地山方面に向かって、右側に短式ホーム一面一線のみを持つ地上駅である。京都駅木の先温泉駅間の直流電化区間内にある途中駅では、唯一行き違い設備を持たない防線駅である。駅舎はあるが、 西舞鶴駅管理の無人駅となっている。ホーム入り口付近に自動券売機がある。2021年3月13日から、アイコカ等の全国相互利用サービスに対応した交通系 IC カードが利用可能となっている。防線駅のため、その辺方面駅と福知山方面駅の双方が同じホームを共用する。後付けの駅ということもあり、ホームは狭い。 便所は駅舎内にあり、男女別の推薦式となっている。学生の利用が中心である。1日の平均乗車人員は以下の通りである。1日の平均乗降人員は以下の通りである。山間部だが、駒魔川に沿って若干の平地が開けた場所にある。駅周辺にわずかに民家が点在している。駅前広場と駅の間を駒魔川が流れており、 橋を渡って駅舎に入る構造になっている。南端市営バス三山その部線以外は、接続路線を含め、一日数便の運行となっている。西日本旅客鉄道 E3 人本線日吉駅、新旧大学前駅前駅 AB、JR 西日本新駅その後地域発展に、大きな役割。交通新聞、P2、朝日新聞2008年4月20日付京都版、昔の名前で、 新旧大学前ハット ABC 参院先進駅設置を申請。交通新聞 P1AB2021 年春ダイヤ改正について西日本旅客鉄道福知山支社オリジナルの2020年12月18日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.20201218075722/.https:/wwestjr.co.jp/.press/.article/.items/.20121800 w w 0福地山 PDF2020 年12月19日閲覧京都府統計書による 国土数値情報駅別情報客数データ国土交通省2020年9月25日閲覧ありがとうございます。